DW レスの鈴木です。ロジックプロ10バージョン 10.5 の新機能、今回は新たに追加された打ち込み機能であるステップシーケンサーについてご紹介してみたいと思います。ステップシーケンサー、ご存知の方も多いと思うんですけれども、特にドラムやパーカッションといった楽器であったり、パターンベースで曲を作っていくときに便利な打ち込み方法ということになります。従来のステップシーケンサーの基本的な概念を踏襲しつつも、現代ならではのさらに便利な機能を凝縮した非常に使い勝手のいいものになっているかと思います。では早速やっていきましょう。今回は以前に紹介したドラムマシンデザイナー、これを使ってまずビートを組み立ててみたいと思います。ステップシーケンサー起動するには、編集画面ですね、こちらを開いていただいて、ステップシーケンサーの画面を開けば OK です。またはトラックの部分でコントロールクリック、もしくは右クリックでも大丈夫です。メニューの中からパターンリージョンを作成するとステップシーケンサーを自動的に立ち上げることができるようになっています。ちょっと大きくしていきましょう。ステップシーケンサー使ったことあるよっていう方であれば、もう一目瞭然だと思うんですけれども、縦方向各キットが並んでます。音程ですね。また画面上横方向のですね、こちら今ボタンが16個並んでいるんですけれども、今の設定状態ですとボタン1つが16分音符1つの音の長さ、音階に相当しています。ですので、これマウス左クリックしてるだけです。キックドラムを4つ置きにこのように点灯させてみると、再生させるといわゆる4つ打ちのキックを再現することができます。ちょっと2小節ループしておきたいと思います。ちょっと2小節ループしておきましょう。あとは同じ要領で、例えばスネアを24に入れてみたりですとか、ハイハット、こんな形でですね、再生させながらリアルタイムにフレーズを変化させることができるというのがステップシーケンサー最大の魅力かと思います。もし打ち込んだ音を消したい場合どうするのか、もう一回クリックすれば大丈夫です。同じことをピアノロールでやろうと思うと、慣れてないと結構めんどくさい部分あると思うんですけれども、ステップシーケンサーを使っていただければ、打ち込み不慣れな方でも打ち込み感なくリズム組み立てることができますし、もちろんピアノロール慣れてるよって方であっても、直感的に感覚的にビート組めるのはおそらくステップシーケンサーなのではないかなというふうに思います。では少し詳しく見ていきたいと思います。まず縦の部分、今はドラムの音色ですので、こうキックとかスネアとかそういう音色が並んでいますけれども、こちらの行には自分の好きな音程をアサインすることができるようになっています。ちょっと分かりやすいように空のインストゥルメントを作ってやってみましょう。こんな感じですね。 C3B2A2 なんていう具合に今ノートナンバーがアサインされています。当然このアサイン状況というのはお使いのインストゥルメントによって変わってきますので、ここはカスタマイズ必須という感じかと思います。とはいえやり方は非常に簡単で、この今 C3 って書いてある部分、こちらをクリックしていただきますと、何を割り当てるのかというのを決めることができますので、ノート、そして好きな音程を選ぶよと。またこの表記も結構わかりやすいなと思ったんですけれども、従来のこういったものですと C0 から順に並んでいくことが多かったと思うんですけれども、このロジックのステップシーケンサーは C の中で、その中で音の高さはどこかという感じで選ぶことができます。またちょっと高度になってしまいますけれども、この行に対してオートメーション、いわゆるMIDIコントロールチェンジをアサインするなんていう使い方もできます。これも使い方によってはかなり面白いものができるのかなといったところです。では上に戻っていきます。各行ごとにミュートであったりソロ当然可能です。これも見ていただくとですね、表示が消えるというなかなか面白いソロミュートの仕様になっています。次のこの16分音符の表現ですね、これはステップレートというもので、ステップのグリッド内での長さを設定することができます。話がちょっと飛んでしまって申し訳ないんですけれども、ここと密接に関係しているのが、この画面右上のステップ数の部分です。これパターンの長さなんですけれども、これボタン一つをステップというふうに呼ぶんですが、16ステップを一つのフレーズの集まりとして扱っていくよと。そのステップ一つの音価を決めるのが、ここのパラメータ、ステップレートということになります。ですので、今16ステップで16ステップレートが設定されているので、1ステップが16分音符になっていると。逆にステップレートを変えるとどうなるのか、実際やってみましょう。半分の8にしてみると、ちょっと分かりにくかったですね。このキックの行だけちょうどテンポが半分になったような効果を作ることができるわけです。ちなみにパターンの長さ、最大で64ステップまで設定することができるようになっています。64ステップってかなり長いですので、一つの画面の中には入りきらなくなってしまいました。このような場合はページという概念が自動的に追加されて、
ここが1から32ステップ、33から64がこちらと、ページを切り替えながら編集していくことができるようになっています。またこのステップの拡大状況というのは、この画面の右上のボタン、2段階で切り替えることができます。ステップの幅を大きくすると、ページが4つになっているのがわかるかと思います。ですのでこのあたりはどれぐらい細かく設定したいのか、見たいのかによって使い分けていただければ OK かなと思います。続いて行の再生モードというものなんですけれども、これもかなり面白い概念で、ステップシーケンサー再生すると、今左から右に向かってフレーズ再生されていますが、この再生方向を変えるということができるんです。例えば4つ打ちだとちょっと分かりにくいので、こんな風にフレーズにしたとします。これを逆再生してみると、こんなフレーズが生まれます。行ったり来たり、ランダムなんていう風に、ここで再生のバリエーションを行ごとに変更することができますので、リズムのバリエーションを組み上げたいなんていう時にこちら使っていただくと結構便利かなと思います。そしてステップをワンステップごとにシフトするなんていう使い方もできてきます。ナッジしてる感じですね。この3つの要素は行単位で変更できるだけではなくて、そのステップシーケンサー全体に対して行うことができるようになっていますので、この辺も用途に応じて使い分けてみてください。続いて編集モードです。今こちらステップオンオフという風になっていますので、ステップをクリックすることによって、そのステップを鳴らすのか鳴らさないのか、このオンオフを切り替えていたわけです。ステップのオンオフ以外にも様々な情報をステップシーケンサー上に打ち込む、設定していくことができるようになっています。その項目というのがこの右側の部分で、今ベロシティ値なんていうのを選択しますと、ここのステップ値によって各ステップのベロシティ、再生ベロシティを変更することができます。この編集モード、かなり細かくいろいろなパラメータをコントロールできるんですけれども、何ができるかは見ていただければなんとなくわかると思います。また詳しくは今後の Tips 動画でまた紹介する機会もあると思うんですけれども、中でもこれ面白いなと思ったのが、ノートリピート、そしてチャンス、この2つの項目です。ノートリピートというのは、一つのステップの中に複数の音を鳴らす、入れることができるというもので、今デフォルトの状態ですと1ステップ1音なんですが、こちらのノートリピートを例えば今ハイハットに3なんていう風に入れましたけれども、こうするとどうなるのか、こういうアプローチが簡単に作れます。もちろん入力した後で変更するなんていうこともできますので、奇数連符の打ち込みが簡単に行えるという、その点だけでもかなり便利なのではないかなと思います。また面白いのがチャンス機能、これも各ステップを上下にドラッグすることによって設定することができるんですが、パターンを再生した時にその音が再生される確率、これを設定することができるんです。例えば 50% というふうに設定すると、2回に1回だけこの音が再生されるよと。今再生されませんでしたね。今鳴りました。今鳴りません。今鳴りました。なんていう感じです。ちなみにこのステップの有効状態というのは、この値を変化させた時に確定されるとという仕様になっています。今ステップに対してパラメータを入れたところで、先ほどグレイアウトしていたこの上下、このステップ値を上げる下げるのボタンが有効になりました。このボタンを使うことによって、その行全体の今のパラメータを1つずつ細かく調整していくことができるようになっています。やはりステップシーケンサーというとビートの打ち込みという印象が強いと思うんですけれども、今回のこのロジックのステップシーケンサー、先ほどの編集モードを見ていただくと、ゲートや対ノート、オクターブなんていう要素をコントロールすることもできますので、音程のある楽器を打ち込むというのも簡単に行えます。もちろんある程度パターンに準じた形で使っていくという形にはなると思うんですけれども、パターンベースの楽曲の場合ですと重宝するのかなといったところです。また各パラメータの詳細については、ステップシーケンサー内のインスペクタ開くことによって細かく編集していくこともできるようになっています。従来のピアノロールに比べると圧倒的にビートやフレーズ生み出しやすいと思うんですけれども、ちょっとアイデア思い浮かばないななんていう時もあると思います。このステップシーケンサーにはフレーズのプリセットもあらかじめ収録されていますので、それをガイドにカスタマイズしていくなんていう使い方もおすすめです。やり方は非常に簡単です。表示メニューからパターンブラウザ、もしくはここのボタン、パターンブラウザボタンを押していただきますと、画面の左側にブラウザ画面が表示されます。
この中からパターンの項目を選んで、ベース、ドラム、メロディック、3つカテゴリーがありますけれども、今回はドラムですので、ドラムの音色、1個選んでみると、そのパターンがもう読み込まれるよと。ちょっと再生してみます。いくつか切り替えてみましょう。なんていう具合ですね、違うパターン使いたいななんて思った時にはもう一個パターンリーチョン作成して、こちらにまた違うパターンを読み込んでいけばいいわけです。せっかくですのでベースやメロディックのパターンもちょっと聞いてみたいと思います。ではベースのフレーズをアルケミーでちょっと聞いてみたいと思います。メロディックカテゴリーもいってみましょう。ポリになっちゃいましたね、ごめんなさい。ちょっと音色を切り替えます。ここに対してもっとここをしたいなっていう部分をカスタマイズしていただければ OK と。当然ノートを追加したい場合にはプラスで行を追加するなんていうこともできますので、必要に応じて設定してあげてください。またこのパターンも自分で作ったもの、カスタマイズしたものをユーザーの設定として保存しておくこともできるようになっています。歯車ボタンクリックしていただきますとパターンを保存というふうにありますので、よく使うフレーズ保存しておくと作業効率もどんどん上がってくるのかなといったところです。また最後にステップシーケーサーは非常に便利ではあるんですけれども、細かく編集したいなんていう場合にはやはりピアノロールで行う必要があるかと思います。ステップシーケーサーで打ち込んだフレーズというのはそのままではピアノロールで開くことができませんので、一回データを変換する必要があります。クリップ変換する場合にはクリップの上で右クリックもしくはコントロールクリックしていただきまして、変換からミディリージョンに変換、こうすることによってピアノロールで編集できる通常のミディデータに変換することもできます。ドラムの場合も共通ですね。ただ一度ミディデータに変換してしまうと、これを再度ステップシーケンサーで開くということはできなくなってしまいますので、元のデータを残しておきたいなっていう場合にはクリップを複製していただいて、その状態から変換していただくなんていうのがいいのかなと思います。ということで今回はステップシーケンサーについてご紹介してきました。このステップシーケンサー、とても一本の動画でご紹介しきれないぐらいいろいろな機能がついていますので、かなりいじりがいがあるかと思います。 10.5 の新機能であるライブループ、当然こちらとの連携というのも簡単に行えますので、ぜひいろいろ触ってみてください。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。